高橋克彦は日本の小説家。岩手県釜石市生まれ、森岡市在住。岩手中学校、高等学校を経て、早稲田大学小学部卒業。森岡藩の御天意の家系で開業医の家庭に育ち、医学部受験の経験がある。父は医師の高橋又郎。s う。エッセイストの高橋木平と、泥亀さんの愛称で親しまれた。 東大名誉教授の高橋の武器はおじにあたる。高校生時代にヨーロッパに長期旅行してビートルズに会った最初の日本人となった。また、その旅行中に交通事故を起こして旅費の大半を失うという経験をする。その時の経験を小説化して小説現代のコンテストに応募。当時の編集長に10年間何も書くなと言われ忠実にそれを守った。 大学卒業後浮世絵の研究者となり、久慈市のアレン短期大学専任講師となる。1983年に、写楽殺人事件で、江戸川乱歩賞を受賞してデビュー。総門国、竜の棺などのアクション電気小説、炎立つ、火炎などの歴史小説のほか、ホラー、ミステリー、時代小説など、幅広いジャンルで活躍する作家。東北地方を舞台とすることが多い。 マイノリティの視点や軽音楽、オカルト、UFO、超古代文明などにしばしば言及し、対岸集の1999年は、と学会で取り上げられた。揶揄するようなスタンスが多い、と学会であるが、ここでは会長、山本博氏が終末論を若い世代に広めることへの批判を行っている。NHK 大河ドラマでは1993年の、 この立つ2001年の北条と木舟で原作を担当した。高橋の地元、森岡にある岩手アートサポートセンターにある風のスタジオでは、地域文化芸術振興プランと題して、語りの芸術祭に岩手、森岡と呼ばれる朗読会が過去に上演されており、高橋の作品も何度か上演されていたことがある。森岡文史劇の最高に尽力。 自身も2018年まで出演を続けた。学生時代にバンドを組んでおり、ボーカル担当であった。ありがとうございます。